年も熱い戦いが繰り広げられた箱根駅伝では様々なドラマが。30m、 なんということか、届かなかった、5秒届きませんでした。箱根にかけた親子の絆。その舞台裏に密着した。今年の箱根駅伝7区、明らかにフォームはおかしい、口も開きました。この一車線の道路を右に左に蛇行しています。駒澤大学の4年生工藤直樹はアクシデントに見舞われていた。2000年代では最多6度の優勝を誇る駒澤大学、指導するのは大八木弘明監督。箱根では選手の後ろを走る車から、行け、突っ込め、頭から突っ込め、大きくよしよしよし、止めもう頭突っ込め、いや、ここで踏ん張ったら機械を取る、足止めなどはもう関係ない。厳しい言葉で選手の背中を押す。そして過去には選手にドリンクを手渡すなど、熱血監督として知られている。そんな大八木監督が信頼を寄せキャプテンに任命したのが4年生の工藤直樹。1年生の箱根駅伝では、いや、これはお前だ、いや、男になれるぞ。そのタイムは54分32秒、監督の期待に応えた。67秒6、今2分45でいってるから。大八木監督のもと、駒澤大学で工藤は成長を遂げた。箱根駅伝の3週間前、なんと工藤は頭を丸刈りに。なんとしてでも最後の箱根駅伝でやっぱ監督とチームに恩返したいっていう思いから気合い入れました。そして迎えた今年、7区を任された工藤の最後の箱根駅伝。小田原中継所には13位で駒澤大学、あちるかは4年生エースの工藤直樹、今スタート。順調にスタートを切った工藤だったが、給水地点で異変が。左足にドリンクをかける。明らかにフォームはおかしい、口も開きました。この一車線の道路を右に左に蛇行しています。しっかり落ち着いていけ、落ち着いて、じゃあ自分の中で頭走ってて立て直して20キロをね。たまらず大八木監督が声をかけるも、工藤の左足は力が入らない状態にあった。実は大八木監督も本調子ではないことを知っていたが、工藤にとっては最後の箱根、キャプテンの走りに託した。あと5キロだから、あと5キロ、しっかり小刻みに持っていこうよ。いいか、自分が4年間やってきたことで最後だよ。もう立ったあと1キロ、これ下ったらもうあと終わりだよ。自分の知ってる監督は厳しい監督なので、最後まで自分のことを思って声をかけてくれたっていうのは嬉しかったです。これ終わったらもう終わりだからね。いや、白桃に少しでも、いや、4年生最後だよ、4年生最後、これで終わり。そう恩師の大八木監督は工藤直樹の背中をもう一度押しました。この藤井の襷をなんとか仲間のもとに届けます。序盤から苦しい表情、蛇行することもありました。ただ平成の上昇軍団で呼ばれたその駒澤の意地、4年生頑張りました。チームを引っ張った集大成の箱根、苦しくなりましたが今気持ちで襷をつなぎました。駒澤大学13位で襷をつなぎました。
順位を上げることはできなかったが、工藤はなんとか助けをつないだ。最後の箱根で納得のいく走りができなかった悔しさが込み上げる。ここに強くしてくれた監督にはほんと申し訳ないです。本当期待に応えることができなくて、まあ、助けをつないでくれた今回、まあ、4年間の頑張りも見てきました。そういう情が出ましたね。親心です。社会人でね、また頑張ってくれればなと思います。一方、箱根駅伝の名物といえば5区の山登り。東洋大学逆転、柏原逆転、帰ってきた山男。さあ出ました、神野が前に出た。順位を左右する重要な区間、そして今年の往路5区、最後の箱根に挑んだ山梨学院大学のキャプテン上田健太。山梨学院大学5区は2年連続の親子高、上田健太今スタート。上田健太が今スタートしてきました。上田の父は同じチームの上田正人監督。山梨学院大学を率いて箱根に32年連続で出場、3度の総合優勝に導いた名将。その次男として生まれたのが健太。高校時代には駅伝で日本一を経験。父の背中を追うように山梨学院大学に入学。ちょっとチラッと見えるぐらい。そうそうそう。親子高として大きな注目を集めた。監督、まあ、父親ってことも2つ両方で、勝って胴上げしたいなっていうふうに、そうですね、昔から陸上始めた頃から思ってますね。すると1年生ながら親子で迎える初めての箱根で健太は1区にエントリーされた。しかしレース当日、山梨学院大学の1区に健太の名前はなかった。実は3日前監督から直接メンバー変更を告げられていた。走ることないみたいな、ちょっとこううるうるしながら涙流したんで、それを告げた監督自身も結構辛かったと思うんで。その時のことを母秀子さんは、本人よりきっと主人の方が結構来てたと思うんですけど、ショックだけど、やっぱりそれは一個人の記録でしっかり選手を決めるものだって。次こそは父からの信頼を勝ち取るべく、これまで以上に練習に励んだ。そして一昨年、2年生で箱根デビュー、史上初親子での出場を果たした。上田健太が今3位を守りました。たすきリレー。そして4年生となりキャプテンとなった健太。しかし親子ならではのこんな場面も。腰が先、腰が先、あ、腰が先ってやってみろよ。あ、曲げて曲げて曲げて、股関節が切れそうだ。そんな二人をそばで支え続けたのが母秀子さん。常に家の中の会話で出てます。大学に入ってからは監督と、はい、学生部員で、家は親父ですよね。ちょっと来た、そうしたら監督だと思います。
そして今年、親子で挑む最後の箱根。山登りを任された健太、母秀子さんは登りがきつい15キロ地点で待つ。無事に走ってほしいかな。後ろで見てる主人と絶対そういう気持ちで見てると思うんですけど。しかし置いてかれてる。あ、置いてかれてますね。13位でタスキを受けた健太、しかしペースが上がらず5キロ地点で2つ順位を落としていた。必死に山を駆け上がってきています。山梨学院大学のキャプテンの上田健太、順位を3つ落としました。苦しい走りになりました。母が待つ地点を他の大学の選手たちが次々と駆け抜けていく。すると見ちゃった、来た。先頭から遅れること9分。必死に坂を駆け上がる。両親の声援を受け気力を振り絞る。父上田監督から息子上田健太に最後の声がかけられています。今苦しい表情を見せました。母はレースの行方を携帯で見守る。さあ、そのお父さん上田監督の声を受けまして再び力が宿ったか。上田健太がなんとかこのたすきを、仲間がつないできたたすきをラストイヤー、ラストラン、足の上に運んでいきます。そして山梨学院大学です。16位でフィニッシュ。視力を尽くし助けをつないだ。その息子の姿に母は、いろいろあるんだよ、なんかちょっとなんか家族で激動の4年間だったから悔しい結果に終わった最後の箱根。親子高で挑んだ4年間が終わった。一人の部員としてね、チームに入ってきて、失敗も成功も挫折も喜びも全てこう身近に見てきて、少しずつ成長していく姿っていうのを見てこれたので、箱根駅伝っていう大会を通じて言葉ではない何かをお互いに感じ合えるというか、送り合えるっていうか、まあ、自分には大きな4年間だったかなというふうに思います。まあ、箱根駅伝を目標に入ってきて不甲斐ない4年間だったんですけど、母親も父親の応援があったからこそここまで頑張ってこれたんで感謝ですね。はい、じゃあこれから頑張るな。はい、頑張ります。これやんちゃなんだこんばんは。こんばんは。
Going スポーツ&ニュースです。いや、2日間熱い戦いが繰り広げられた箱根駅伝ですけれども、ランナーの数だけドラマがありますね。はい、そうですよね。先ほどの駒澤大学の工藤選手、そして山梨学院大学の上田選手は卒業後も実業団で陸上を続けるそうなので、今後の活躍に期待したいですね。ぜひ力にしてほしいですね、はい、さあ今夜はこちらも熱戦が続きます高校サッカー特集に、双子の天才小学生に密着しました、はい。